鳥も強風のせいで前に進むね。春秋のジャケットを出してきております。まあ春秋のジャケットになってくると冬ジャケットとね、またちょこっとずつ変わってくるので、カメラのね、まあ位置が、まあ、どうしても春夏のになると、まあ生地が薄くなるのでね、今マグネットマウントでくっつけてるカメラ位置がね、どこまでずれてきちゃうものなのか、そちらをね確かめにやってきたわけですけども、うん、鈴鹿サーキットの F1 用の施設の撤収作業中でした。本当にね、今年の F1 はすごかったね。うん、まあ、レース自体もすごかったんですけどね、天気自体もすごかったね。本当に雨予報だったにもかかわらず、で気がついてみると晴れだし、桜の方もね、3月に入ってからが寒い時期が続いてたので目いっぱい遅れてたはずなんですよ。うん、ポンポンポンと暖かくなって、ポンポンポンと鈴鹿の開催日に合わせてね満開になるっていうね、いや素晴らしい状態でしたね。だから F1 開催のね日は満開に咲いてた桜が、昨日雨だったっていうのと、まあ、今日やけに風が強いっていうのと合わせてでね、うん、日当たりのいいところの桜は結構今も桜散りがちになってるんだよね。風の音がヘルメットからすごい音してますよ。出た。今日こういうところに来て何をしに来たのかというとですね、まあ、桜前線、うわ、もう終わってるか、終わってるかな、ちょっと一旦行ってみよう。はい、あ、終わってるね。ここがね、桜並木なんですよ。うん、ちょっと前に見に来た時にね、まだ咲き始めっていうぐらいだったからちょうどいいぐらいかなと思ってやってきたんですけど、もう鈴鹿いくらモータースポーツ宣言都市だからって言ってさ、桜までそんなサーキットの状態にぴったり合わせてるんじゃねえよっていう。いや、あ、本当に全部葉桜だよね、もう。はい、前回ちょこっと見に来ている時の様子をね、ちょこっと動画で。地元の方しか多分来ないであろう竹やぶとね桜のコラボ道路ですよ。桜と竹やぶと元グッズイ。この先はまだ綺麗で、本当にね、あの日当たりの関係だけだろうね、桜コラボと状態を取りに来ました。本当にただそれだけの動画なんですけど。はい、こちらで、ね、桜越しの桜
桜越しのブッチさん、まあ、どこでもそうですけど小川沿いのね桜っていうのは美しいもんですよね。春夏のジャケットで出てきましたけど、カメラの位置がちょっと前かがみ風になりかけているのが若干気になるので、ちょっと、まあ、設置の仕方とかを考えなきゃいけないかなっていう気はしないでもない。田んぼの時期っていうのはいいよね。こういうね、間の道に入っていきたいとなるんだ。ちょうどね、水張ってる時期だとね、本当に水面の上をね走ってるような気になるから、ちょうど今誰も農作業されてないのでね、はい、農作業されてないのであえて通りますけどね、田んぼの中のガードレールのない道っていうのは本当に両面がね水で覆われて、本当に水の上を走ってるかのようなね感じがたまんなくよろしいですよね。そういっぱいだけどさ。いいね。おー、いいね。わかるかな。反射した水面とね、青空とね、このコラボがたまりませんな。というか、この道ばっかり通ってるからこの道じゃないところにしようかなと思ってたんだけど、こっちに来ちゃったね。結局一緒の道だった。でもこのところはね、この S 字のここのところで見える、もうこの湖の上かね、湖の上ではなくて田んぼの横の道なんだけどさ、湖の上のようなね道がたまりませんよ。川岸にたたずむ内さん、イーグルマークを強調させたねグッチさんの様子ですよ。ここのところがね、川から一番近くなるところじゃないかな。うわ、雨降りの後だからちょっとドロドロになってるけどね。はい、はい、川横のグッチさんですな。うん、川との距離が近いところにね、ここもなかなかねお気に入りな場所なんですよ。強い風だなーってことでやってきたんだけど、ちょっと落ち着いてきたかな。うん、相変わらずヘルメットに風の音はだいぶするけど、今日は鈴山荘。相変わらず最後になってね。だいぶ余裕はね、うん、今日は鈴山荘欲しいですね。水面の上をね走るかというようなところが良かったね。両面水が張られたね間の道っていうのはなんかワクワクしてますよね。